中馬薫は、日本の政治家。元大阪市長。元衆議院議員の中馬後期は長男。1904年11月20日、宮崎県小遊軍美濃村に、中馬重県の長男として出生。1916年、宮崎県立宮崎中学校入学。1920年、公玉社中学校に編入し、1922年、卒業。 1926年第一早稲田、大学高等学院卒業。1929年早稲田、大学政治経済学部政治学科を卒業。大阪市役所に報職。若い頃から関始めら歴代市長の側近にあって、市政の数用に触れる。市民局長、総務局長を経て、1948年に助役となり、大阪市立大学の開設。 JN 台風被災者の救援活動に尽力した。1956年、大阪市助役を退任する。1963年、社会党、共産党、民社党、各労働組合や部落解放同盟の推薦を受け、大阪市長選挙にクーデター的立候補し、自民党推薦候補を破り当選を果たす。2期目以降は、共産党を除いた、各党相乗りの選挙となり、 参戦を果たす。この寛大13大全国市長会会長、日本万国博覧協会理事などを務めたが、3期目、就任から間もない1971年11月8日に、市長現職のまま死去。市長就任後は25年先を目標とする、マスタープランを策定し、地下鉄網、高速道路網の整備拡張、大阪駅前再開発や、船場センタービル、 大阪マーチャンダイズマートビル等の建設を推進した。市営地下鉄の路線拡張に力を入れたことで、地下鉄市長と呼ばれた。一方で、在職中に、労働組合やブラック解放同盟との巡愛を深め、その結果、いわゆる公務員天国となったことが、昭和期から平成中期までの数十年にわたる、大阪市行政の腐敗を生み出した原因の一つとなった。 中央大通船場地区貫通の木、早坂重蔵、早坂重蔵の田中角栄回想録八十五から八十六ページ小学館1八十七年、大阪 W 戦、二つの大阪百年論争の結末は二十七日に東開票産経新聞二千十一年十一月二十六日、中馬薫、姿勢に夢を、大阪都市協会、p 五百六十三 ありがとうございます。